ビーズライブジム2015エピックナイト開催。今年もあの芸能人は来るのか。さあいよいよエピックナイト開催ですけれども、さあ皆さん盛り上がってまいりましょうね。ということでね、今回は我々だけではなくて、著名人芸能人の人でもやっぱりビーズのファンだって言ってくれてる人が多いので、そういった人たちをちょっとね、今回は紹介してみたいと思います。まずは、片岡愛之助さん、歌舞伎役者ですけれども、ね、もう結構いろんなテレビでね、もうビーズが好きだっていうことでね、言ってくれてますし、この間もツイッターで買いましたってね、あの CD と一緒に写ってる写真とかも載っけてくれたりもしております。で、これはちょうど、タックのソロアルバムのね、ニューホライズンが出た時の、本日発売って書いてますけども、その日の、新聞の一面告知ですね。で、ここで、まっちゃんとこういった感じで、ね、対談っていう感じもしておりますし、ちょうどね、昨年のライブ、昨年の、エンドレスサマー、あ、昨年、おととしか、もうおととしになっちゃうんだね。2013年のエンドレスサマーの、札幌だったかなの公演の方にも来ておりました。はい。で、続きましては、同じようにね、テレビでもね、すごい、やっぱいっぱい言ってくれてるんですけれども、本田翼ちゃんですね。で、本田翼ちゃんも、やっぱり同じように、エンドレスサマーのライブにも参戦してます。で、実はこの、永遠の翼のシングル、のプロモーションビデオの方にも実は出ているんですね。で、本当稲葉さん大好きで、ファンクラブにも入ってて、で、自分でちゃんとチケットも取るっていう風にもね、テレビの方でも言っておりました。あとは、そうですね、同じようにエンドレスサマーのツアーの時に、会場にいたっていう人たちを紹介してみたいと思うんですけども、有名なところでいくと、ブレイカーズ、ダイゴのブレイカーズですねの、まあ、このお三方もいらっしゃったんですけども、特にギターの神秘を、井上新平くんですね、神秘がね、もうファンクラブ入ってますね。で、ファンクラブに入ってて、で、ファン歴も長いんですけれども、実は、神秘はね、このブレイカーズになる前に、ビーズの、DVD の方に出演しております。で、それは何かと言いますと、この2006年のモンスターズガレージっていう DVD が出ましたけれども、その、初回っていうか、このオフショットが入ってます、オフリミッツの方に、その時はまだ素人みたいな扱いで、本名で井上新平ということで、ギターを弾いている、まあ、少年じゃないけど青年役みたいな感じで出ております。はい。で、もともとビーズのまっちゃんが、作りましたハウスオブストリングスっていうね、まあ、育成レーベルですね、ミュージシャンの育成レーベルのそこの出身者でもあります、神秘さん。はい。ですね。あとは、そうですね、まあ、お笑い界とかでも行きますと、やっぱりね、あのブラックマヨネーズの小杉さんはもうめちゃくちゃもうビーズのお話ばっかりしてますし、で、ね、あの自分のお笑いのライブでもね、あの小杉ジムみたいな感じでもやってますし、あとはあのあれですね、新幹線で確かあの松本さんにお会いしたって言っておりましたね。憧れの人にお会いしたっていうような感じでも言っておりました。あとはスリムクラブの前田さんもね、同じくあのエンドレスサマーのツアーにも行ってるんですけども、実はあのそのね、ツアーの最終日の前くらいに、1週間くらい前に、前田さんに会いまして、で、その時に、これサインもらってるんですけども、9月16日ですね。で、この日に、前田さんにもね、あの、自分もあの、ファンでライブ行くんですよ、みたいなお話、もうちょこっとさせてもらったなと思っております。いいよって書いてますね。この時本当前田さんありがとうございました。はい。あとは、うん。そうですね、徳田根の小倉さんも、その日いたみたいですし、あとは、まあ、トンネルズの、まあ、木梨さん、これすんごい古いですけどもね、おっと壊れちゃったね、若い、おう木梨さん若いよだったりとか、あとは舘ひろしさんも来てましたし、あと関ジャニのメンバーもね、来てたりとか、平成ジャンプだったりとか、あとは、サッカーのね、権中山さんとか、まあ、あの進行もありますからね、もう来てましたということですね。あとは、ミュージシャンであれだね、あのゴールデンボンバーの
とキリショウとあとキャンさんの2人がね、こうあのライブで来てたっていうのもありましたね。はい。であとはね、過去にもやっぱり何回もねこうライブ行ったりとかもしてくれてる方とかもいらっしゃいます。で特に、前々から知られているのは、元サーフィスの、椎名義晴さんね、これ今最新のですけども、去年のツアーのものですね。でちょうどあのサーフィスのデビューの時も確かオーディションの時にビーズの曲を歌ったっていうのもありますし、ちょうどね、2010年のマジックツアーの東京ドームで、自分も同じ日に行ってて、土砂降りの雨で、でねその時結構雨はのピグの方でね、椎名さんと結構話す機会があって、その時に、椎名さんがいたから雨降ったんだよみたいなことも言ったりとかしてて、でね、椎名さんは椎名さんで俺じゃねえイナニーダーとかって言ったりもしてた記憶もあります。あとはそうですね、カモンツアーの時は麻生総理がいたりとか、元総理がいたりとか、あとは、他のツアーでもね、あのパフュームの皆さんだったりとか、あとはグレイの、4人だったりとかですね。あと本当昔々になってくるとチューブの前田さんとか、あとは徳光和夫さんも昔行ったことあるってことでね、話をしていたことがあります。ちょうどね99年くらいの、テレビで、行ったことあるんだけども、ぜひ あれはもうみんな見るべきだとかって言ってくれたりもしておりました。ということでね、まだまだ多分ねいっぱいいるんですよ。でまだマックスのメンバーだったりとかもそうだったりもしてるんですが、多分ねまだまだ数えきれないほどいると思います。でここでねまだ全員こう話せるあれでもないと思うので、まず今回はこれくらいで、今年のライブでは会うことができるのでしょうかと、来てるのかなとかって思いながらね、来るのかなとか思いながら考えてたので、ちょっとその辺をね、今日は、紹介してみました。ということで、もし、今年のライブでね、芸能人の方とかを見ることができたら、ぜひとも、ご一報いただければ嬉しいなと思います。ということで、今回はビーズが好きな、芸能人の方々をご紹介しました。以上、ゆっくスターダストでした。